もう大丈夫。さあ支度しましょう。星に帰る旅の。だな、団長。改めて実感するな。たどり着いたのね。忘れられた空、ゼーガグランデ空域へ。やったな。これでまた空の果てに一歩近づいたぜ。空の果てが近づくのは嬉しいですけど、こうしてずっと旅を続けるのもいいなって思うんです。私、みんなと一緒の空の旅が楽しくて、いつまでもこうして旅を続けられたらって。そうだな。よし、ケーキ漬けにはちょうどよかったな。ざっとこんなもんだぜ。やりました。あれ、大丈夫だよ。やれやれ、一時はどうなることかと。俺、ルリア、ダブリビッグ、待て待て、おい、
持ち上がんねえ。うわあ！エリア！今度は私があなたを助ける番です。私の力あなたに預けます。私の力を使ってください。きっとあなたなら。このままあなたと会えなかったらって思ったら私今回は本当助かりました。次もお願いしますよ。毎度どうも。また来いよ。おやおやシェロさん、ルリアさん、団長さんまで。ヨロズヤもこの空域に来てたのかよ。本当にどこにでも来るんだな。私はどこにでもいて、どこにもいないのです。そうですね、いい香りでしょ。そうね。すまね、待たせちまったな。グランサイファーの修理を頼んできた。よかった、ありがとうラカム。さて、船の修理が済むまではこの町で。あっと、忘れ物が。ん？なんか声が。では行ってきます。あ、うわあ、よいしょっと。あとは自動操舵で十分でしょう。ご挨拶が遅れました。僕はホルカの教会で司祭代理を務めるローランと申します。私はカタリナ、この騎空団の一員だ。ラカムだ、よろしくな。私はヒオ。オイゲンだ。ロゼッタよ。オイラはビーテンだ。ルリアです、よろしくお願いします。そして彼女が団長だ。へえ、こんなに若いのに気空団の団長ですって。うん、これは僕も負けてはいられません。
実は僕、教会にお仕えする傍ら便利屋も営んでおりましてね。家具の修理から恋の悩みまで、お困りごとはズバッと解決。この便利屋ローランに不可能はありません。という感じで、はい。なんかちょっと変わったやつみてえだな。し、聞こえちゃうでしょ。ひとまずよろしくな、便利屋の兄ちゃん。兄ちゃん、僕の名前はローランです。うん、わかったよ、便利屋の兄ちゃん。ローランです。したもんだ。ちゃんと重荷重を当てて安定させるとはな。一度鉱山から離れた場所に係留します。少々揺れますよ。全員しっかり捕まってろよ。嫌に少ないですね。ローランさん、実は。これで一件落着ね。そうやな、早く戻って便利屋の兄ちゃんにも教えてやろうぜ。おい待て、あの船なんだ。赤い気球艇か、ずいぶんと目立つ塗装だな。聖少女が吸収されていく。でもこれはルリアちゃんの力とは別に。おルリア、大丈夫か。救助隊ってわけじゃなさそうだな。奴らもなかなかやるようだな。
勘違いなさらぬよう、今日の役目はお出迎えですわ。貴殿らは？お待ちしておりましたわ、旧姓の巫女様。さあ、私たちと共に参りましょう。いや、離してください。ルリアに何をする？どういうつもりだ？ほう、ここは俺が。あ、まあ、いいけどよ。ようやく会えました。旧姓の巫女よ、私たちはあなたを歓迎します。私ですか？ あなたはまるでカトに伝わるスレノディの青い蝶。ああ、同情します。このような仕打ちを受け戸惑っているのですが。お前ら一体何なんだよ。何が目的なんだ。これは失礼。私はナオリリス、星旅の室アビアの王様、理想郷イスタルシアへ至る道を開くため活動しているものです。理想郷？それってオイラたちが目指してる星の島イスタルシアのことかよ。おお、なんと私たちと同じ目的を。それであれば話は早い。この出会い、あなたたちにとっても良好でした。あとは任せていただきましょう。さあ、旧姓の巫女、これからは私たちと共に星神様のもとを巡礼し、イスタルシアへ至る道を開くのです。待ちやがれ。さっきから何勝手なこと言ってんだ、この野郎は。いいぞ。さあ帰りましょう。カタリナ！ルリア！へばってる場合じゃねえってのに。やだよ、ルリア。離してください。嫌です。闇の炎の子、ナージの名は。お前はふさわしくない。ここにいます。
ルリア、こっちへいらっしゃい。ところに行こうぜ。みんな心配してたからな。よし。よし、追いついたぜ。速さならグランサイファーが上だ。随分と手荒な歓迎だな。惚れ惚れする戦いぶりですよ。さすがは歴戦の貴空士。足りめだ。こんくれお茶の子さいさいだぜ。よし、このまま突っ込むぞ。みんな備えてくれ。何者だ。俺の中、俺はガランツァ、最強の白狼兵団を率いる最強の男。この野郎、グランサイファーに何しやがる。細かいことをごちゃごちゃと。さあ、そんなことよ。試合をしようぜ。面白い。お前らとの試合、この神明を落とす価値がある。もう十分お楽しみいただけたのではなくて。あらてか。久方ぶりの大勝負だ。見逃せ。あら、ずいぶんとおつむがお花畑ですこと。これだけの損害を招いておいて、リリス様にどう釈明されるおつもり。はい、分かった。帰還するとしよう。お前ら、次に相まみえしとき、試合の続きを楽しもうぞ。そう。
ゃめちゃかよ。おい、さっきの姉ちゃんもいなくなってるぞ。あの身のこなし、彼女もただものではないもの。ローランドの赤い船は？問題ありません。読み通りです。彼らは連邦ネジュリスを目指して。おっと、おいっと、船へのダメージがでかすぎる。まずいなこれ。くそ、直したばっかだってのによ。苦労かけるな、関西は。この嵐の中じゃ船が持たねえ。け、あの断崖につける。ちっとばかし揺れるぞ。殺すなって命令だったんじゃ。あのガランツァ将軍と渡り合える相手、多少の足止めにしかならないでしょう。引き続き彼らを監視なさい。はっ。さて、この山にとってあなた方は望まぬお客様。大自然の眼差しにお気づきになることはできまして。おい、無事か？ったく、もう落とされんのは勘弁願いたいぜ。みんな、待ってちょうだい。待っておったぞ、旅の気空団よ。ルリア！聞こえてねえのか？おい、ルリア！ルリア。一体、何が？今だ、ルリア。はい。シックスよ、ヒョウムの銀狼、マナガルム。
ちいい。すんげえ都会だな。ここがゼーガグランデ空域最大の都市、カトシードホルムです。彼がザスバ君です。用件は、もう大丈夫、支度しましょう。星に帰る旅の。うなされてました。大丈夫ですか？お前こそ大丈夫なのか？私は平気です。どうしてそんなことを聞くんですか？星神様、見つけました。何？これは。またお前らか。邪魔するってんなら容赦しねえぞ。それはこちらのセリフですわ。なんだと？あの触媒にご就寝のようですが、あいにくお渡しするわけにはまいりませんの。くそ。私の名はマギラ・フリラ、そして彼らは。我ら血族が振るう華麗な剣にとくとお楽しみ遊ばせ。お、よし、やったな。こいつがありゃルリアを元に戻せるんだよな。うん、こちらローランです。皆さん、ご無事ですか？ローランか。グランサイファーはもういいのか？はい、まもなくそちらに到着します。さすがの手際だな。ありがて。ところで例の触媒は？ちっとばかし邪魔は入ったが、なんとか手に入れたぜ。そうですか、それはよかった。皆さん順調です。急いで向かいますね。邪魔待ってるぜ。行かせない。みんな逃げて。お嬢、引くぞ。今度は何だよ。この大気の震えはまさか。皆さん今すぐ避難してください。
走るぞ。同感だ。動けねえぞ。やったな。B 君も無事で何よりだ。ところで、先ほど手に入れた触媒弾が。この通りだぜ。よかった。あとは教団からルリアを取り戻すだけだな。何？団長、ルリア。ご苦労様でした。なんと哀れで惨めなのか。今のあなたたちはまさに空虚な舞台に舞う哀れな傀儡。それを操る意図は巫女との絆、ちっぽけな希望に他なりません。ですがあなたたちが抱く希望もまとめて私が救済しましょう。すぐに理解することは難しいでしょうが、抗わず受け入れなさい。なぜ救済を拒むのです。最良の道であるのは疑いようがないのに。あくまで同意しないと。巫女のことを思えば本来あなたを傷つけたくなどありません。ですからどうか見届けてください。釈然たる私の救済を。
これはもともと私たちのものです。なぜあなたたちがこれを扱えたのかはいささか疑問ですが、まあ今となってはどうでもいいこと。これほどの聖章があれば今度こそ。頑丈に作ってくれたみたいね。私の力でも外せそうにないわ。ちくしょう、ここまで来て手詰まりだってのかよ。まだ手は残されています。これはローランドの。あなたは。その通りです。そう、それでそれを知っているあなたは。なんだと。少し前から違和感はあったわ。あなたはこの空域の常識の輪から少し外れている部分があった。マジかよ、星の民の生き残りだったのか。すまね、どうしても警戒しちまってな。あれは教団のラプトル。おいおい、追ってきたってのかよ。脱出に気づかれていたとしても早すぎます。よりにもよってこんな時に鉢合わせすると。考えるな後だ。とにかく迎え撃つぞ。実に長かった。始まりの救済をなす第一歩、ようやく踏み出せます。あら、もう会わないと思っていたのに。今度こそルリアを返してもらう。そうですか、いいど。やろう、お前もルリアを助けるとか言ってただろう。任せましたよ。久しぶりです、象徴。なるほど、あなたが手引きを。母上。イド、心配には及びません。彼らの相手を。あなたがゲートを開くこの瞬間を待っていました。アンラマイは僕が滅する。
れで送ってあげます。それはこちらのセリフです。ならば、皆さん逃げて、急いでここから離れてください。散る木の葉に気を回す必要が、相変わらず半端な覚悟ですね。開け、彼方への指紋、アンラマンユ。まずい、しかしまだ。やるしかねえ、腹くくれよ。やっとみんなに会えたのに。ああルリア、この空というカゴにとらわれた哀れな小鳥、あなたも連れて行きましょう。アンラマンユという箱舟に乗せて。大丈夫です。あなたならきっと。いやさて次はあなたです、巫女のつがい。何を？母上はルリアを守れと言った。なのに、なぜ？これではあべこべだ！なぜルリアを？落ち着きなさい、イド。アンラマンユが復活した今、巫女は役目を終えたのです。したがって、巫女を守る任務はもう必要ないのですよ。それでも俺は。まさかイド、あなたも私に同意しないと？聞き分けのない子はあの者たちと同罪ですよ。俺に構うな。ルリアの声を聞け。私はここにいます。
なるほど。これほどの大事となれば、すべてが予定通りとはいかないものですね。逆境を背に勝利に手を伸ばす。さしずめ、叙事詩の英雄にでもなったつもりなのでしょう。しかし、読み飽きた王道の物語には心惹かれませんね。ここで終わりにしましょう。次元の竜、闇の炎の子、汝の名はバハムート。始めましょう。大いなる犠牲と悲哀を超え、我が救済の執行を。聖書をくべ、星の世界への架け橋となる祭壇、
救済の時は間もなく。空は砕かれど、やがて星を迎え、真の理想郷へと至るのです。階段のようね。戻ってきたのか。こっちだ、走れ。止めるってんなら目的はオイラたちと同じだろ。だったら一緒に行こうぜ。俺はお前たちの敵だった。許されないことも。でも最後は守ってくれました。昨日の敵は今日のって言うだろ。わかった。共にリリスを止めよう。よろしく頼む。私に同調さえしていれば、このような目に遭わずに済んだものを。そもそも同胞と争うこと自体が不毛。理解しかねますよ、本当に。ローラさん！おお、巫女。またあなたの顔が見られるとは。救済の時は本当にもう間もなく。つがいと共に見届けてください。イド、まさかほだされたと。はあ、失望しましたよ。この空を犠牲にして門を開くなんて、そんなことはさせません。この空はな、お前が思うほどちっぽけなもんじゃねえんだ。お前一人のわがままで簡単に壊されてたまっかよ。イスタルシアへ至り、すべての世界を理想郷へ誘う。この素晴らしい導きが理解できないとは。はあ、あなたたちにはつくづく同情します。同情すんのはてめえの勝手だがよ。この空を犠牲にした理想郷なんざ、こっちから願い下げだ。はあ、ことここに至り、同意を得られないならば是非に及ばず。あなたたちには死の安らぎを授けることにしましょう。断罪。断罪。
その声、ザスバか。ふん、かっこつけに来たぜ。うぬらの船を届けに来た。帰るときに必要だろうと思ってな。にぎやかな舞踏会ですこと。私たちもご一緒させていただきましょう。君が紡いだ空の絆、今こそみんなの思いを束ね力に変える時です、お前らに死なれちゃ試合の続きが楽しめねえからな。ここが正念場ですわよ。しっかりなさいませ。うぬらの思いに我らも応えよう。一発100万ルピーだ。それがどうした。あいつらは命かけて戦ってんだ。前段ぶちまけりゃいいんだよ。絆の力か。これならば見せてやろうぜ団長、空の民の意地ってやつをよ。同調しない者に天罰を。でも終わりにしましょう。罪を償おう、俺と一緒に。みんなをこの空を犠牲にするなんて間違っていたんだ。きっとまだ間に合う。いいと。俺が何とかする。だからごめんなさい。今まで黙っていてごめんなさい。え？私と一緒に全てやり直しましょう。器に封じられし黒銀の翼よ、目覚めなさい。今こそ空を引き裂き、世界に破壊と再生をもたらせ。資源の竜、闇の炎の子。それは
ムウト。もう大丈夫、私が救ってあげましょう。いささか早計でしたか。よもや次元干渉に感づかれるとは。星の意志に抗う忌々しい翼よ。今はこの子の中で一時の眠りについてもらいます。しましょう。星に帰る旅の真の始まりを。さあ始めましょう、最後の試練を。しよう。コンセントレーション受け取りました。無血の封印術なんですが、効き目は半減、
といったところですか。団長君、僕はここから支援します。どうか、イド君を。偽物じゃない。間違いなく本物の俺自身だ。資源の竜、闇の炎の子。何時の名は。ご心配なく、すぐに戻ります。
んですよ、リー君。無事なのか？どこにいんだ？どこでしょう？とても遠く？おい、ふざけてる場合か？バハムートを封じ込めた空間、次元の狭間とでも言うべきかしら。でもこうして通信が届いているということは、いえ、残された時間はわずかでしょう。じきにこの通信も途切れてしまうかと。内側からゲートに干渉できないとは誤算でした。ああ、落ち着いて。まあ、そう心配しないでください。僕は便利屋ですよ。自分のトラブルくらい何とかしてみせます。お任せあれ。ローランドの、そうですね、僕が戻るまでの間、ポルカのみんなのこと少し気にかけてもらえると嬉しいです。こんな大変なことになってしまって、みんな不安に思ってくれました。この空域で最初にたどり着いてローランさんと出会った町ですよね。償わなければ。お、母上の分も俺が。まあそう気負うもんじゃねえぞ。そうだ、君の力がなければどうなっていたか。井戸さんがみんなを助けてくれました。井戸さんはずっと世界が良くなると思って戦っていたのを私は知ってます。だから償うとかじゃなくって、大変なことはありましたけど、空の世界はより良くなったと思いますよ。行ってみましょう、ポルカへ。だな。謝らせてくれ、特にお前たちには、神器くせえな。気にしてねえって言っただろ。少なくともここの連中はな。グランデ空域はエインステッド軍とフォルカに向かって全速前進だ。あなたも私を助けてくれました、ありがとう。
ローランさんにもちゃんとお礼言わなくっちゃ。新たな空、ゼーガグランデ空域。そこで私たちはいくつもの絆に出会った。追いかけ続けた家族という願い、時とともに空へ抱いた温かな希望、そして失って手繰り寄せてもう一度つないだ私とルリアの大切な絆。この空の物語はまだ終わらない。あの人はきっと私たちを待ってくれているから。私たちの旅もまだまだ終われない。空の果て、約束の地、イスタルシアを目指して。どこに？まずはあいつだ。決着をつけるぞ。今こそオルタを討滅する時です。団長君たちの力を貸してください。ローランさん、
で終わりだ、母上。これは空間ごと崩壊しかかっています。ルリアちゃん、急ぎ脱出を。はい。改めてありがとうございました、皆さん。イド君も無事で本当に良かったあんたこそ。かつて俺は歩むべき道を誤り、多くの罪を犯した。その罪はとても許されるものではない。だが、この世界にはまだ取り戻せるものもある。俺を仲間と呼んでくれる彼らの笑顔がその証拠だ。無事で何よりだ、ローラン殿。あの時は助けてくれてありがとうございました。いえいえ、こちらこそお手数をおかけしまして。ならば俺はより多くのものを取り戻していこう。今の俺ならきっとできる。もう心配したんだから。俺もだぜ。あの時通信が切れそうってのにおちゃらけてやがってよ。うんうん、そうそう。空と母が俺を生かし、仲間たちが今に導いてくれた。よし、フォルカに行って祝杯と行こうぜ。オイラはリンゴジュース飲みてんな。全てが今に至る道だったのだと思えば、人生ってやつもそう悪いものじゃないかもしれない。空は何も答えてはくれないが、お前が与えてくれた力はこのまま借りておく。空の世界を守る、そのために力を使うなら神様だって本望だろう。